皆さんこんにちは、伊沢よしこです。今日は広瀬すずちゃんの、記事をちょっとお話ししたいと思います。ちょっと前にネットニュースで、広瀬すずちゃんの美容法みたいな、ね、話を書かれてたんですけれども、彼女はメイクやお手入れは自分への愛だというふうに、ね、書いていらっしゃいました。そして特に気をつけていらっしゃるのが夜のケアだそうです。たっぷり化粧水や乳液をつけ、自分のお気に入りの美容液や肌状態に合った美容液を常につけていらっしゃるということでした。あとは田中みな実さんの影響でトレーニングジムにも通うようになったとおっしゃっていました。これとてもすごいなと思ったんですけれども、女優さんっていうのは例えば1日に何度メイクを変えたりとか、撮影で夜が遅くなったりというふうなことがね、生活が続いていらっしゃるんだと思うんですけれども、それでも常にこう自分の顔や体のケアをして、いつ見られてもいいような状態にしておくというのはね、本当にプロ意識だなと思っています。私も常に思っているのは、本当に美容で大切なこと、まあ、特にお化粧品で大切なことというのは保湿、そして UV ケア、そしてお化粧をきちんと落とすこと、クレンジング、この3つだと思っています。彼女もね、きっとクレンジングもきちんとされているのではないかなと思ったんですけども、あれだけね、素敵な女優さんもきちんと気をつけてお手入れをされているんだなと思いましたので、今日はその投稿をさせていただきました。広瀬すずちゃん、とってもね、素敵な女優さんなので、これからも彼女の活躍というかですね、肌を見続けていきたいなと思います。今日は広瀬すずちゃんの、ね、お手入れ法についてお話をしました。今日もご視聴くださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。